これだな。これがせり上がった祭壇的なのがあんのかし。地下行ってみます。何がある？あ、読み物がある。あ、宝箱もある。重要なことが書かれているのか、ゾナオに関して。おい、おうおうおう、カズナビさん、ナビってこと？おい、相棒、そこにいるのか。時岡の相棒ね、ナビ。遺跡の地下にこんな場所があったなんて。重要キャラだったとは。それに石板も君が見つけてくれたんだな。こんな場所に隠されていたんだ。重要なことが書かれているに違いない。はあ、心臓がバクバクだ。わざわざこんな隠し方してんだもんな。よし、読んでみよう。忠節を称える日。今日、この地に平和があるのは、あるは、ラウル王による魔王封印という異形の賜物。うわぁ。ラウル王？魔王封印だって。ラウル王といえば、神話に登場するハウル王国の、ラウルと名がハイラル混ざっちゃった。ハイラル王国の初代国王の名前だ。そして魔王封印。これは封印戦争についての記述で間違いない。そうね。うん、あ、汗が吹き出してきたぞ。もう早く先に読みてよ。続きを読もう。その封印に至る決戦に臨んだ際、王を称えた者が輝く秘跡を携えた賢者たちなり。はいはいはい。その中の4人は、ハイラルの大地を出自とする者、ギニ王子、ラウル王のもとへ馳せ参じたる忠節の士。彼らは、ハイラルの民の誇りである。我らは4人の永遠に讃え、この日を立てる者なり。あえ。ああ。そうか。つまりこの遺跡は、初代ハイラル国王、ラウルと共に戦った賢者たちを讃え、後にハイリア人が作ったもの。だから見つかった石板にも、ハイラル文字が使われていたんだな。おお、これは大発見だ。いや、確かに大発見ではあるけど、結構わかってる内容。謎の多い未踏の遺跡に、まさかこんな事実が隠されていたなんて。お、俺はしばらくここに残って、石板に書いてあることを分析していくよ。落ち着いたら、かかりこ村の調査本部に戻って、この遺跡の調査結果を本にまとめようと思う。お、いい目だ。石板のことを知ったら、きっとみんな驚くぞ。ああ、腕が鳴るな。おっと、君へのお礼がまだだったね。ああ、この遺跡の謎がすべて解けたのは君のおかげだよ。ありがとう。ゾーナエネルギー。それからこれと、お、めっちゃ大量にくれる。おまけにこれも持っていくといい。ああ、でけえ。ダイヤモンドが一番でけえ。ありがとう。君ってこんな場所の遺跡に足を運ぶぐらいだし、こういう遺物大好物なんでしょ。勇者勇者。調査に使う分は別に取ってあるから、それは記念に君にあげるよ。ああ、じゃあ俺はしばらくここにいるから、古代のロマンに浸りたい時はまた来るといい。まあ、でもなんか空気が良さそうだもんね。すごく綺麗そう、ここ。君の旅の無事を祈ってるよ。それじゃあね。沼はあるけど。おー、まあ、でも分かってることか。なんであえて4人の、ね、だって、なんでここに立てたかっていうのは、なんか解きがいがありそうだよな。4つのさ、それぞれの賢者。だったら真ん中のハイラル王国ら辺の近くに立てたっていいわけじゃん。普通に。ラウル王とかさ、ね。けど、あえてこの遺跡に、立てたのはなぜ？わかりません。わかりませんけど。わあ、結構、ちょっと結構見えるようになってるな。グリオークの巣。建物っぽくなってんの？いつか、もうクリアする前には行きます。あれれれれれれれ。もう絶対飾ってこよう、次には。あ、これと交換していいな。黄昏の体験。遥か遠い昔、ハイラル王国に伝わったとされる細身の体験。その刀身は神秘的な白い輝きを放っている。
体験ってね、でもほぼさ、そのブレワイの前って体験っていう体験は出てこなかったんだよね。まあそれこそ時岡のまあいろんなことをするともらえる、ゴロン族からもらえる大ゴロン刀とか両手剣はあったけど、まあ、ほぼない。マスターソードとか片手剣だよねっていう。でも体験なん、もちろんこれトワイライトプリンセスの剣ですけれど、ただまあ見た目ゼルダ姫が持ってた剣っぽい気はするんだが、え、ごめんごめん、なんかねやっぱりしっくりこなくて自信がなかったからトワプリの動画見てきたんだけどさ、最後のラスボスんとこガノンドロフが持ってる剣だわ普通に。だってもうハイラル王国に伝わって神秘的な白い輝きなんて言うからさ、細身だし、ってことはゼルダちゃんかなとか思っちゃったけど、ガノンドロフが持ってた剣の形ですねなんで神秘的な輝き放つだよ。まあ、確かに、でもトアプリでもガノンドロフ持ってる剣光ってたから、まあもしかしたら何年もかけて、神秘的な浄化されたのかもしれない。すっごなんか全体的にトワイライトプリンセスのシリーズのさ、剣とか弓とかは光ってる、白っぽくて神聖な感じで綺麗だよね。飾りがいがあります。あ、もうこう見たら一目瞭然だわ。うん、鞘がだって全然ゼルダちゃんっぽくないじゃないこんなのもううん、これはガノンドロフの剣ですわ。イエーイ、やったー、嬉しい、イエイイエイイエイ。ちょっとな、トワイライトプリンセスのまだ頭がだけないんだよな。ちょっと色がおかしいけど、これで写真撮っておくか。オッケー。まあそれ以上細かい話は特徴載ってないもんな。金なくなった、金なくなった、一個しか買えなかった武器スタンドの部屋の、いいじゃんいいじゃん。弓も飾りたいけどもう金がねえんだ。くえ、このえのき田さんともおさらばか交換したいからな。まあでも左右えのき田さんで挟むか。まあでも枠飾りを飾るっていうのも結構ありなんだよな。可愛い感じするし、絶対、うわ絶対可愛いじゃん枠飾り飾るの。ちょっと裏側がもっと目立たないやつとか、いやまあいいか、色合い的に。うん、かっこいいな、ゾナニウムの剣そのまま飾ると。これはこれで飾りたいな。じゃあまあえのき田さんを旅に連れていくことにしますね一体しか残らんかった。あと武器はまあいいか、弓な、弓なんだけどまあいいか、金がねえんでねたく何のゲームしたって金金金ってよ、おい、まったく金貧乏なんだよこっちはよ、おい。でさ、一個持ったんだけれども、これよこれ、何回も言うけど涙もう全部回収したくて、結構回収してないんだよまだこの一番右端のゼルダちゃんっぽい、あ、まあソニア様かな、うわってことは、うわ来ちまうかもしれない、次の思い出で、うわ先回りの三つ飴出た衝撃的なシーンが来てしまうかもしれない、ソニア様の話だから多分から。え、こっちはもう全てまだ見てないんで、1、2、3、4、5、6、あれでも空きが7あったはずなんですけど、まあそれはいいか、そうそんぐらい見てないので、これからさマップ最後の1個、これからさ、このマップ最後1個開いたりとか、回収してないミニチャレンジとか、行ってないところ行ったり、うん。うん。いっぱい、まだまだ一応ありはするけど、たまにこう挟まないと、あ、あと甲賀様とかもあるか。ね。なんで、後で思い出いっぱいまとめてみるみたいな、偏り生じちゃいそうなので、そろそろ回収したいなと、1個ぐらいね、行きたいなと思うんだけど、
ゼルダ様、違う、ソニア様は、わ、言ってない、ホークセー言ってないマップじゃ、左の真ん中、左真ん中だ。ギリマップの境ぐらいかもしれない。から、ここに飛んでみよう。多分こっちの方向だと思うんだけど、こっちか。どっか、いや違うな、これはブレワイの時からある模様だと思うんだけど、行ってないもんな。多分なんか地上絵の近くには、地下から行けるエレベーター的なやつが、まああのこれね、これこれ通れるウフできるやつがあるっぽい気がするんだけど、ちょっとあそこ行ってみよっかな。あ、ここにさ、新聞記者いない？新聞記者。ペン。あ、いるじゃん！いるじゃん！なんかね、私ここがね、ゼルダちゃんが飾ってた写真の一個だったりしないかなって思うんだけど、自分の家にね、果ての村にある。写真？うん。もう違うかもしれん。特ダネの匂いが。ごめん、ペンやるわ。見ちゃったものは致し方ない。ふぶ、消えたレシピのは行方も知れず。あ、なんか言ってたよな。手がかりは食べ残しのハイラルぼっくりだけ。落ちてる一個。そう、相棒元気そうだな。お前も事件の代わりに誘われてきた口か。親愛なるリロリルルルリトルバードたちから新しいさえずりが舞い込んできてな。そうだ、新聞記者の記者のね、服もまだ全部もらってないし、まだ全然あるね。あ、思ったよりあって嬉しいかも。終わりたく、なんか終わりたい、ちゃんとラストまでやってジェルダちゃんを救いたいって気持ちもあれば、終わりたくないでずっと遊んでたいっていうね、これなのよ。いつもこの馬宿では白ヤギ、あー、写真は羊だったからここじゃないか、なんとも飼育しているんだが、実はその白ヤギたちが揃って逃げ出しちまったらしい。しかもだ、その裏にはゼルダ様の鍵が、うん、それ偽ゼルダちゃんなんだ。ちらついているとかいないとか、詳しくはそこの世話係のチャックに聞くといい。俺は他に手がかりがないか探ってみるつもりだ。レシピな、大スクープをものにしてやろうぞい。脱走、あ、白ヤギちゃんがいなくなったんだっけ。なんた、どこかで俺の白ヤギたちを見なかったか。それがね、見てないんだよね。愛情を込めて大事に育ててきたのに、この間一斉に逃げちまってさ、残ってたのは白ヤギたちの餌に入っていたハイラルぼっくりだけ。このね、コローンってなってるよな。ゼルダ様から教わったレシピ通りに作ったけど、まさかあの餌が原因とか。くっそまずかったのかもな。新鮮なハイラルぼっくりをふんだんに使った白ヤギたちの餌のレシピでな、以前うちの馬宿に立ち寄ったゼルダ様が、でも以前だから悪いゼルダ様じゃない可能性もあるんだよな。以前、動物のことにお詳しくて、姫様ご自身でも健康的な餌を考案してるらしくてさ、あ、いいゼルダちゃんっぽい。俺もハイラルぼっくりを丸ごと混ぜ込んだ豪快なレシピを教えてもらったんだよ。まるごっと教えてもらったレシピは、白ヤギたちが食べちまわないように瓶に入れてたんだけど、嵐の日にレシピの入った瓶ごと風に飛ばされてどっかに行っちまってな。それからは記憶を得たように同じ餌を作って食べさせたんだけど、餌に入ってたハイラルぼっくりをそこらに吐き出しながら逃げちまう。なんかハイラルぼっくりじゃなかったとかなのかな、レシピとちょっと違ってたんだろうな、記憶が。まあいいゼルダ様だったらなんだけど、そんなに嫌だったのかな。悪いゼルダちゃんじゃなさそうな気がしちゃうけどな、いろいろ探しててって。ハイラルぼっくり、でも吐き出してんだもんな。わっ、ついてくか。ハイラルぼっくりを置き土産に言ってるけど、ハイラルぼっくりがいっぱいなってるとこに行きたいとかじゃないもんね、好きすぎて。うわ、頂点に入る。そういえばなんかこっちの方に E 型のバナナが落ちてたような気もするけど、間違って取らないようにしなきゃな。
うわ、めっちゃ行くじゃん。え、めっちゃ行く。あ、あそこに、あそこにバナナが。初めて罠のバナナがあったのか、あそこじゃなかったかな。あ、あった。こっち。ん？こっち。めっちゃどんだけ食ってんのっていうレベルなんだけど。何頭かいるのか。一頭がこんだけ吐き出してるわけじゃないよね。胃の中でどんだけ消化されずに、ん？あったのっていう話になっちゃうからな。すげえすげえ、ハイラルボックリ。え？どこ行った？あった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 。まだある。まだある。こんなに入んないよ、いくら。ハムスターとかのほっぺだったとしても。こんぐらいは入れられんのかな。木の実。何個入るんだろうね。めちゃくちゃ入れてるの見たことあるけど。ん？あ、あ、レシピを見つけたんだ。守っているわけじゃないのか。こりゃりょー、めめめめめって言ってるわけだ。なんかいい写真じゃない？ちょっといろいろかぶっちゃってる。あ、しかもだって向こうに馬宿が映ってるってあたりも結構ポイント高い。いや、いい、今のまま、今のも手紙が本編になっちゃってたから、今の写真。お、俺の白ヤギたち、そこにいたのか。ついてきてた。よしよし、みんな無事か。あ、よかったな。あんたが見つけてくれたんだな。いやー、恩に着るよ。中身見てみたいんだけど。これゼルダ様からいただいたレシピを保管して食べんじゃねえか。でかいのよね、全体的にこの世界の瓶は。どれ、中身を確認してみるか。ふむふむ。うわ、なんてこった。どんぐりか葉っぱかとかなんじゃない、ぼっくりじゃなくて。あ、いや、そらそうだよな。いや、私思ったんだよ、丸ごと豪快すぎんって。勝手にアレンジ加えてるだろって思ったけど、ゼルザちゃんが教えてくれたとか言うからさ。すりつぶして混ぜなきゃダメなのか、大バカ野郎。おかしいと思ってたんだ。明らかに食べにくそうだったし。うん、わかるよね、考えれば。白ヤギたちが逃げ出した理由は、俺が作った餌のせいだったんだな。すまねえ。本当にすまねえことをした。お前たちをひどい目に遭わせてたのは、お金もない、他の誰でもない、この俺だったんだな。レシピを教えてくださったゼルダ様にも悪いことをしちまった。うん、ゼルダ様の餌まずかったんかなって言ってたからね。姫様のレシピを疑っちまって。俺が白ヤギたちを気遣っていれば、レシピの誤解にもすぐ気づけたはずだ。大事なのはどんな餌を与えるかじゃなく、どんな心で白ヤギと向かい合うかだよな。うふぉ。これからは心を入れ替えて、ゼルダ様のように優しさと思いやりを持って世話をするよ。あ、いい心構えだ。それが餌のレシピを教えてくれた姫様への恩返しにもなるってこった。重ね重ね、あんた白ヤギとレシピを見せてくれてありがとうな。見つけてくれて。俺たちは馬宿に戻ることにするよ。それじゃあな。いや、うん、本当にできた姫様よね、聞けば聞くほど。おい、相棒。それこそ木の実追ってくだけなんだから、ペン簡単だろ。今回の一部始終は見せてもらったぜ。さすが俺の相棒だな。見事に真相にたどり着いたってわけだ。わけか。しかし、まさか逃げ出した白ヤギたちと行方知れずのレシピが同じ場所で見つかるとはね。単なる偶然か、それとも。チャックのレシピに耐えかねた白ヤギたちが自らボトルを探しに行ったなんてな。そう考えたくもなる出来事だったぜ。これで俺たちが真相を明らかにした。あ、あ、あ、ゼルダ様に噂話は10件目。これは何か期待してもいいんじゃないか。俺もうかうかしていられないな。今回の件もしっかり三葉さんに伝えておくぜ。これは今回の相棒の問い分だ。いや、お金がなくなっちゃったからありがたいよ。ああ。お、お、お、はい、はい、はい。どうやら新聞の売れ行きは好調みたいだな。今回も三葉さんからボーナスが届いているぜ。
水場さんがこんなに気前のいい人だとはな。気が変わらないうちに受け取っとこうぜ。あれお金か。あかねあかねだった。俺は早速社に戻ってこの件を記事にまとめるとするか。じゃあな相棒、また一緒に徳田を追いかけようぜ。サッバード金だったか。まあ、でもあと頭だけとかだったんだっけ、あの滑らない服。まあそりゃそうか、最後の頃だよな絶対もらえるの。ちょっとだけ生きてるとこか。いや行ってないとこないいっぱい。あ、悟り山にも行かないとな全然。あ、そう思い出したけど、この大王星様と、ここら辺にあった馬宿にも行ってないから、ここら辺は後々やろうね絶対。じゃあもう一回戻って、うん、こっち向かってみよっか。ちなみにセレス、平原のセレスは、神々のトライフォース2に出てくる、賢者様の一人だったかなと思います。一応な、ここら辺に寄ってはいるんだけど、目に入んなかったのかな、それとも後で来るからって言って記憶から抹消したのか。忘れちゃったなぁ。まあ、リト族来るのは一番最初だったもんね、今回は。四賢者の中だったら。相当昔だよな、ここら辺通ったの。よし、登ってきた。けど、ここは行ってないもんな。ここは行ってない。もともとは、ブレワイでは思い出もここにあって、祠があった場所だよね、古代石柱群。うぅ出ました、グリオークです。クリオークいたー。炎。まあ、未だになんか、あの、キンググリオークとしか、あー、ピン打てない。キンググリオークとしか戦ったことがない、チキっている三つ飴なんですけれども。この島っぽいところの斜め、ここの斜め上ぐらいだから、ここら辺か？うん、ここのここら辺かも。全然違うや。あ、なんか見えたかも。あ、見えた見えた。やっぱあっちの方だ。まあ、いいか、飛んでこう。ライネルもいるー。ほこらもあるな。行ってないところだからな、でも。よし、上に登っていいだよ。あ、桜もあるな。あれは、わからん。あ、悟り山の方か。あれが悟り山か。ピン打って、あ。来ましたね。地上絵の上です。もうちょっと上からじゃないと全体像が。あれ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 ？気球がある。あれ？インパ様いる？あ、いるじゃん。現地にいるパターン。もうさ、これまでは、あれ？ゲルドの地にはいたっけ？会ってないかも。なんかそれぞれの地方の話が終わったら、その現地に来てたっていうね、感じだったけど。ゲルドにいなかったな、会ってないな。ここで会うとは。おーい。この地にも地上絵が、まんまある、真上。おー、リンクか。そなたも地上絵を調査しておるのだな。頼もしい限りじゃ。なんか久しぶりな気分する。うおい。あれ？それだけ？リンクよ、我は考えておったのじゃが、そなたがゼルダ様のお姿を見たという不思議な映像、もしやそれこそが。え？なに？含み持たせやがって。上から見た方が絶対わかるのに。すぐそこじゃん。行くか。満を持して。ちょっと心の準備が必要な映像な気がするんですけど。行きましょう。の。あ、いつもこんなんだったっけ？ゼルダちゃんの手の甲。時のね。力の甲だよね。
インドリで見たやつだ。うわすごい力使いこなしてる。あ、ソニアさんの方か。さすが。大丈夫？上の空だったけれど。すみません、どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね、コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。ものの記憶。大丈夫、あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょう。え？早く帰る方法を見つけたい。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？いやお見通し。ソニアに隠し事をするのは難しいから、ね、あー、うん、いいな、なんか気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。うわ、曲。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様、無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。リンク？お、初めて聞く名前だね。あ、ここで。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが。おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い、心の強い人なんです。強い信頼を寄せているのだね、ゼルダちゃん。ゼルダがそこまで言う彼に私も一度会ってみたいものだよ。そうね、私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。あ、なんかすもう、ね、自分が思ってた思い出じゃなかった、全然。もう最悪な状況のムービークかなって思ったけど、全然、むしろ心安らぐ。だけどちょっと切ない。ね、それでそう言ってくれてて、で、一番最初の、あ、えのきださん。一番最初にラウルと会ってるしね、リンクは。それで。あそこで初めてリンクの名を聞いて、うわぁ、導いてくれたわけだ、ラウルが。しかもなんかごめん、ムービー中に口挟むタイミングをがさ、うっうってなっちゃって、被ると嫌だからさ、声と。言いそびれて忘れちゃうってことはよくあるんだけど、これだっけか、まあ、最後に戦ってるムービーあったじゃん。その時にゼルダちゃん戻り子をね、やってるっぽ落としたんだよ。だからあれから使いこなせるように練習とかもしたんだろうね。ああ、なんかでも一時の束の間なんて言うんだろう。いや、うん、すごい映像でした。ティータイムっていう王族の過ごし方してたわ。あとなんか周りの護衛の人がネイティブアメリカンみたいな、まあ昔の民族衣装からこうオマージュしてそうな被り物してるよね、多分。あ、あと、リンクが着てる服とまんま同じようなの着てる人いない？右側。緑色のさ、ちょっとお揃いやめてよ、リンクと。あの人の服じゃないでしょうね。宝箱で手に入れたやつ。着るか。久しぶりに。強化できないのかな？困っちゃうところなんだけど。
これね、これリンクの方がちょっと色っこいか。あー進まない話は。これでここは見たと。ちなみに次の場所はというと、ここまで見たから、あ、剣はわかるよ。ウオトリー村の先端のところだよね。うん、場所は知ってる。じゃあまたいくつか何か回収したら見に行きましょうか。ちょっと読もう。ゼルダとソニア。時の力についてソニアに教わるゼルダは、自分の悩みを言い当てる彼女の鋭い洞察力に驚く。ね。ソニアの優しい気遣いの言葉に安堵を覚えたゼルダは、ラウリに問われリンクのことを語り始める。その言葉には彼への強い信頼が滲んでいた。けー、まあでも好きだもんねゼルダちゃん、僕のこと。いや、ほんと毎回言うけど、ラウルさんとソニア様のは関係性いいよな。何でも見通しなんだよね彼女は、っつって。はあ、せっかく見つけてるんで、あの祠も回収して、あの解放ねしてから別のところに飛ぼうかな。